明日もあるの?うん。明日だけじゃなくて、明後日もあるの。 俺はパスだが、助手が行きたいそうだ。はあ?ちょっと岡部、何勝手に捏造してんのよ。さっきまで興味津々な様子で真由里のコスプレ話を聞いていたではないか。そうだけど、 誰も行くとは言ってない。行こうよ、クリスちゃん。お断りよ。人が多すぎて息が詰まりそう。 今日と比べるとね、2日目はそんなに多くないよ。午後から来れば快適そのものなんだから、人気のある同人誌なんかは売り切れちゃうけどね。岡部がついてきなさいよ。あんた、真由里の保護者でしょ?違うよ。真由里はね、オカリンの人質。あ、はいはい、そうだったな。 無言ってことは単に行きたくないだけか。クリスティーナ、話がある。また?相変わらず唐突ね。またとはどういう意味だ?別に。何何?話って何?あのね、最近オカリンとクリスちゃん 仲良しさんだよね。いつも2人で話し込んでるもん。マユシーも秘密の会議に参加したい気持ちでいっぱいです。タイムリープマシンについての協議をしているだけだ。おそらくマユリが参加してもちんぷんかんぷんだと思うぞ。 そして、これからクリスティーナに話そうとしているのは
いかにしてこいつをコミマへ行かせるかという内容だ。マユリよ、期待して待っていろ。ふーはははは。あ、うん、わかった。ありがとね、オカリ。というわけで、クリスティーナ、コミマに行くつもりはないから。お前さっき、またと言ったな。ここでこうして一対一での相談を何度もしているということで間違いないか。ついに記憶に錯乱が見られるようになったか。狂気のマッドサイエンティストさんはアセチルコリンが減少してるんじゃない？真面目に答えろ。あんた、なんか変よ。頼む、答えてくれ。答えるも何も、岡部がさっき言った通りよ。もう 4、5 回くらいこうして外に出て、2人でタイムリープマシンをどうするかについて話してる。俺がタイムリープしていることについては。知ってるの？かれこれ10回以上だな。え？そんなに？何勝手な真似してんのよ！あんまり無茶しないで。上司に励まされるとは屈辱だな。なんで屈辱なのよ。せっかく優しくしてやったのに。本当、いちいち偉そうだな。本当、同情などいらない。全ては俺の軽率な行動が起こしたことだ。自業自得なんだって。上州にこの話をするのはかれこれ4回目か5回目くらいだが、毎回こうやって自虐的になるな。岡部、俺の心配よりマユリの心配をしてくれ。おそらくマユリは明日死ぬ。どんな死に方かはわからない。お前には悪いと思うが、明日マユリの死を見届けてほしい。だからコミマに行けって言ったのか。
死は回避できない。抵抗は無駄だ。お前は見届けて俺に連絡するだけでいい。お前からの連絡が来たらタイムリープする。マユリが死ぬのが分かっていながら何もできないなんて全然実感が湧かないけど、事実なんでしょうね。あんたの目を見れば分かる。大丈夫？大丈夫じゃない。マユリを助けるためにはまだ。マユリのこともそうだけど、私が聞いたのはあんたのこと。俺がどうしたって。あんまり気負いすぎないで。言っただろ、俺の心配よりマユリの心配をしろと。俺は明日桐生萌太を探す。できればマユリに痛い思いをさせたくないがな。だったら今からタイムリープしちゃえばいい。この世界線においていつがデッドラインなのか、それを見極めておかないと計画をうまく立てられないだろう。こんなこと言うとなんだけど、私はマユリが死ぬところなんて見たくない。気持ちはわかるが、頼めるのはお前しかいない。ずいぶん信用されてるのね。何しろお前は俺の助手だからな。偉そうに。
そんな名前のバイトはうちにはいないな。いない？いや待った。確か2日だけ来て音信不通になったバイトの女がいたな。そいつが桐生って名前だったような。まだ履歴書残ってたかな。すいません、あそこの部屋の人は引っ越したんですか？あ？違うよ。じゃあ君関係者？知り合いです。何も聞いてないの？何が起きたんですか？自殺だよ。え？それはいつ？昨日だ。そんな。ご遺体は近くの千代田第三病院に運ばれてるはずだから。身寄りが誰もいないみたいでね、困ってたんだ。会いに行ってやってくれないかな。
タイムリープだ。放電現象。
桐生萌か。起きているか。FB なの。FB？ なんで、なんだか来らないの。私、言われた通りにやったのに。指示を出して、私はそれに従う。命令して、命令、命令。おい、聞こえるか？おい！FB、連絡をちょうだいよ。桐生萌か？おい、俺だ！岡部だ！
メールが、メールが来ないの。 FB とかいうやつからか。メールが来ない。もしもし。今どこよ。悪いが取り込み中だ。女？女なの？お前の発想は実にスイーツかっこ笑いだな。うるさいな。電話レンジの改良手伝うって約束したでしょ。よくそれでラボ面ナンバー001を名乗れるな。誰に頼んでくれ。今日はそれどころじゃない。一体何してんのよ。そこどこ。桐生萌香のアパートにいる。やっぱり女か。最低だな。強引に奪うしかないわね。過激だな。ハリウッド映画の見過ぎか。相手はセルンの関係者よ。遠慮してたらこっちがやられるかもしれない。迷ってる場合じゃないでしょ。それでマユリを救えるんだから。あんたはヒョロヒョロで頼りなさそうだけど、さすがに今なら相対的に考えて勝てるはず。人格疑われたってどうでもいいけど、殺してでも奪いたるべきよ。今お前の人格を疑った。だが偽善ぶらないところは好きだぞ、クリスティーナ。事実を言ったまでだ。俺なんかよりもよっぽど潔い。どうも。で、意図を聞かせてくれ。
殺すこともやむなしと考える理由がお前の中にある。そうだろ。だからそういう結論に達したはずだ。よかった、それなりに冷静ね。あんたの話が本当か嘘かは定義できない。アトラクタフィールド理論っていう式を私はまだ完全には理解してないし、それでもあんたの説明をもとに考えると、キリュウって人が4日後に自殺するなら彼女には死亡フラグが立っているっていう推論が成り立つ。世界が彼女の死を承認したっていうところね。因果が収束するなら、これまでの世界線では仮にあんたが彼女を殺そうとしても何らかの邪魔が入ってできなかったはず。あるいは殺した瞬間に世界線が大きく変わっていた。でもこの世界線でだけ考えるなら、彼女は近いうちに死ぬ。あんたはこれまでに何度もマユリの死を見てきたからわかるはず。重要なのは死んだという結果だけであって、家庭はどうでもいいらしいってことをね。それと同じで、キリュウって人の死に方は問わないと思う。死が決まっているから殺しても構わないか。まるで殺人犯ばりの論旨展開だな。偽善ぶるな。私は今人としての倫理を捨てて話してんのよ。岡部も付き合いなさい。だが法律はどうする？世界がそれを許しても社会は許さない。タイムリープマシンがある限り、相手を殺しても時間を遡れば全てなかったことにできる。岡部は誰も殺さずに必要な情報だけを入手したっていう結果だけが残るわけ。把握した。ただこれだけは覚えておいて、全ては自己責任よ。これだけ好き放題言ってる私はかなり無責任だけど。問題ない。実にマッドサイエンティスト的な意見だった。さっさと型をつけなさい。じゃあね。お前は司令官かよ。
やっと俺を見たな。渡さないと殺すぞ。